はい、久保さん、こんばんは。覆面 YouTuber、タカでーす。今日は番外編、番外編の動画、ありがとうございました。<laughs> なんかね、ああいうのも、あれ、非常にありがたいなぁと思ったりもするんですけどね。まあ、そんなこんなもありながら、えー、気になる男ですね。気になる男、第6 0話ああ、できましたので、えー 動画、今からお話ししていこうかなと思うんですけども今回やっぱ一つ自分の中で刺さったっところが、まあ、自分の内側にもっと意識を向けていけばいいんじゃないのっていうねいうところちょっともしかしたら表現が違ってたかもしれないんですけどそういうキーワードがすごく自分の中でしっくりきたというかすごく 刺刺さった、まあ、すごく刺さったっったたすすていうところですねどういうことかとどういうところかっていうとまあ自分を変化していくまあその西洋哲学ああ西洋西洋のところです。あ、東洋でしたっけちょっと <laughs> うん,なんかグダグダで自分がちょっとあんまり理解できてないところがあったんですけど東洋でしたっけ東洋 <laughs> うーん。 西洋,西洋哲学が自分の外ですね自分の西洋哲学が自分の外を変えていって東洋哲学東洋っていううちらすよね日本ですよねあ日本全とかですよねが、まあ、自分の内面を変えていくっていうすごいそこっていうのは本当にこれはすごく自分も意識していて。 なんかやっぱ何やかんやいろんなこうしがらみ、自分の心の中にいろんなものがあるところを一つ一つ丁寧に剥がしていくというか、まあ、そういうことでなんか自分を変化していく。ひいては、ひいてはその、こう現実を変えていくっていうところっていうのはすごくなんか感じてきたような気がするんですよね、本当に。うん。まあそういうところがまあ,ありながらも、 その何でしょうね、まあ、ぼんやりしていることを明確化していくっていうところも合わせてしていかなきゃいけないなっていうところやっぱりそれが今自分の弱さのところかなと、まあ、ぼんやりしているしっかりと目,目標が決めきれてないところ、まあ、決めることで決めることの に自分にプレッシャーかかるのを恐れているみたいな、まあ、そういうところがやっぱりあるのでそこをしっかりとやっぱ決めていかなきゃいけないなっていう,う,いうところをやっぱすごく感じましたね。うん、で一つこのマドラーの言葉があったんですけど、まあ、強く見せる努力はやめて強くなる努力をすべきですよみたいな アドラの言葉があってちょっとこれをこれがね自分に今とても必要な言葉というか自分に最も合っ,っているとか表現に近いところがあったのでねこれをもうちょっと深く自分も自分に向けてこう話していくっていうわけじゃないんですけど、まあ、その今回の話の 第59話「堅い59話」の話で「まあ、疲れて、えー、何,何に疲れるんでしょうね」みたいな話があってて、まあ、自分は本当にもう一つこれっていうのは分かっていてやっぱ自分のこの内的な部分と常に格闘していたというか、まあ、よくあると思うんですけど「お前は誰と戦ってるんだよ」と「お前は一体何と戦ってるんだ」みたいなよくあると思うんですけど本当にこの自分自身に。 自自分何と戦っているのか自分と戦っていてその周りの世界よりもずっと自分と戦っているみたいな表現として非常になんか難しいというか表現しにくいんですけどまあ単純にこの弱い自分を隠すために全てこう全エネルギーを消費しているというまあ取り繕う人生ですよね取り繕う人生をなんかずっとやってきた。 からこそ,もうそれに対してそれにそれだけにも全部エネルギー取られちゃうみたいなだからその仕事にこう集中わっと集中できてる時っていうのは一番幸せとか一番疲れない時なんですねだから仕事に仕事には本当疲れない仕事以外のところ疲れていてうん仕事が詰まった時にこう質問する時にうまく質問できなかったり うまく報告できなかったりとか、まあ、そういうことばっかりですよね本当に、うん、単純になんかそういうのをちょっと思い出すとまう、あ、まあ、ってとこなんですけどあとはその頑張って、えー、作り笑顔をしなくていい時っていうのがやっぱり一番幸せだったかなみたいな、まあ、そういうところ、まあ、これも徐々に徐々にやっぱ会社人生をやることによってうん、えー こう変わってきたところもあるんですがやっぱりこの期間がすごく長かったなとは思っていてあこに今本当に家でね仕事をさせてもらってる環境なんで,でまあすごい楽というかもう本当に疲れないなと思っていてもう一回その組織に入ったらどうなるのかともう克服できたらこう克服できてるのかなっていうところもあったりもやっぱねこう体がか勝手に反射でやってしまうんで うん、自分で意識しないとあいかんかみたいなね、うん、無理してるみたいな、うん、ところがあったりしてやっぱこういうのがもう体に染みついてるとかもう、ね、染みついてるっていうのはなんかねあったなと思っててで今回のこの「気になる男」シリーズで出たそっか軸の思考っていうところもあると思うんですけどマイナス資産を使い倒してプラスを生み続けましょうみたいなね マイナス資産として受け止めましょうみたいなというところがあったんですけど、まあ、弱さを認め、まあ、さらけ出すそれがマイナス資産と定義すると、まあ、そういう定義するっていう表現が自分にしっかりあったんで今こう使ってるんですけどそれはマイナス資産なんだとそれは資産なんだっていうこの、まあ、決めというか、うん、そういうものですと、うん、無理してこうなんだ 頑張ってそんな取り繕って隠すものじゃなくてそれはマイナス資産として受け止めてやっぱそれをプラスに変えていきましょうみたいなねところがあったと思っててやっぱねこれよく自分もずっといろんな人いろんな人っていうかその、ね、人間関係いろんな人を見て、まあ、今まで生きてきたらやっぱ見てたんですけどやっぱありのままの人って強いんですよねもう弱さも何もかも出せる人みたいな。 やっぱそういういい人は強いなだから感情豊かな人ですよね、感情豊かな人。うーそういうのはやっぱりあー強いなーと思うしね、うん、そういう人はやっぱり、まあ、いろんな人がついていくんだろうなっていうところも思ったりもして、マイナスをね、プラスにできる人、やっぱそういう人は本当に強いなと思いましたね、本当にこれを聞いてやっぱり思うし、あとはその弱さを認めてる人って、まあ、安心感もあったり、 まあ自信に満ち溢れたり、ちょっと疲れにくいんじゃないかな、単純ね。<laughs> 無理してないんで、まあ、弱い,い時には弱さを出すし、えー、強い時は強い。まあ、ずっとずっとこの強がってるから、やっぱり疲れちゃうっていうかね、もう頑張って頑張ってこう、無理してこう仮面をつけているっていうねうん。やっぱそれは大変だろうなと思うし、大変だなとは思うんですけど、 最終的にこの弱い自分を自分で受け入れて最後はでも開き直りでいくこれ開き直りでいくっていうのがプラスの下をマイナ,、えー、プラス,のマイナスの下をプラスに変えていく笑い飛ばしていくっていうところになるかなと思うんですけど本当にやっぱこの自分がまあ関わってきた人をまあこうやってネットでいろいろと関わってきた人は本当に そういうのを笑い飛ばせる力を持った人が本当に多いなとは思ったりもしていてあ全然全然そう頑張って隠そうとしてないなみたいな、ね、<laughs> そういうのを感じて少しずつなんか少しずつ自分の意識もこう変わってきたりしたところがあるんですけど、まあ、なかなかやっぱりそういうね意識ができなかったとしても、まあ、やっていくみたいな現実を ちゃんと直視してそしてできる頃からできることからやっていくみたいないうところをやっていければいろいろ変わってくんじゃないかなと思っていて、まあ、ちょっとの改善ですよね一気にやっぱそんなに人は変わらないんでちょっとずつ改善していってそしてちょっとした工夫改善から工夫をしていってそして前へ進んでいくっていうことができると本当にその少しずつ少しずつ意識が変わることによってえー 徐々にこう現実が変わっていく、まあ、内面が変われば外面が変わるっていうところを本当に体現してるんじゃないかなと思ってて今自分がこうやってやってるのもこうやって、ね、スライド動画を作ってこうやって自分と向き合っているっていうね、まあ、久保さんとお話はしてるんですけどやっぱ自分にこうちょっと語りかけるっていうところをやっている昔はその自分の弱さだったり、ね、のノートに書いていろいろ こうでなくてはダメだみたいなね頑張ってやったんですけどやっぱそれって結構辛いところがあるんですけど今こうやって自分で自分の声でこう自分で語っていくっていうのはやっぱりそれ以上に自分自身をの理解を深まったりまあ自分うーん自己理解ですね自己理解うんやっぱそういうのができるのっていうのはやっぱりこう動画を発信する動画で発信するだったり 無料の YouTube をこう使いい倒すっってててうこととができるからからなと思っていてもちろん Twitter とかでねこう短い文章でガってね書いていくのもいいでしょうしブログを書いていくっていうのもいいでしょうけどすごくこの YouTube っていうのはスライド動画に相性がいいよくいじいすごく良かったですね単純にまあ自分をね縛っていたものは何なのかっていうところを 認めてそしていろんなことから解放していく自分を解放していくっていうところをしていくのかなとは思っていて特にこのお金の悩みだったりいうところで少しずつ自分も意識が変わっていってこうやってこの「気になる男」シリーズっていうのは本当に自分の中でなんか大きな大きな変化がもたらされているなと思っていてうん。なんかねすごく いいやり取りを久保さんとやり取りをさせていただいてるなっていうのは感じますねはい、まあ、だからこそね YouTube こうやって YouTube をしているできる人っていうのが一人でも増えるとすごくいいですしうん塾生さんからもね今日のお昼結果報告いただいて本当に よかったっつってね、YouTube やっててよかったみたいなのに続けていてよかったみたいな話も聞いて、ああ、だからこそ自分もね、やっぱり塾を応援しててよかったなみたいなことも考えたりして、こうやって動画を続けていく、YouTube を続けていくっていうことは、本当に人生においてすごくプラスになっているんだなと感じたりもいたしますね。はい。ということで、気になる男シリーズ、シリーズ。 第6次はですね、第6次はここで終わろうと、終わら,終わらせていただこうと思います。まあ、意識を変えて、現実を変えるっていうところを、うまくね、こう自分の中身を変えて、徐々に徐々にね、しっかりと変えていけると非常にいいのかなと思います。はい、ということで、覆面 YouTuber、高 you がここまでお送りしました。ありがとうございました。